サンダカンはマレーシアサバ州にある都市で州都コタキナバルに次ぐ第二の商業都市である。中国語では山田根と表す。周囲にはマングローブやオランウータンの保護区が存在する。サンダカンには当時召喚のお神が作った日本人墓地があり、明治から大正にかけて生活のために身を売られてきた海外売春婦が葬られている。1883年。 イギリス領北ボルネオの首都が砕くから三田間に移された。1930年代には木材の輸出量が年間18万立方メートルとなり、南洋材の世界最大の輸出港となった。第二次世界大戦中は日本軍の占領下にあったが、連合国軍の激しい空襲を受け、歴史的建造物などはほとんど破壊されてしまった。 また、空港建設に支援させていた、オーストラリアイギリス兵捕虜を収容したサンダカン捕虜、収容所があり、サンダカン氏の更新が起きた。戦後、創主国がイギリスに変わり、1946年にジェセルトンへ首都が移されるまで、イギリス領北ボルネオの中心地として、その後も内洋材の積み出し港として栄えた。また、1963年に、 サラワク州やシンガポールと一緒にマレーシアに加わった。ありがとうございます。